植物にも感情がある。どうも、一斉です。ですね、エキゾテラのアクアテラリウム、304号ですね。こちらが、ちょっと届いたんでですね、見ていきたいなと思います。あと、今日からですね、少しずつ、これを、パルダリウムですね、作っていきたいなと思います。ちょっとね、開けていきたいなと思います。開けるっていうかね、届いた時のまま、段ボールから出したままの状態でね、ちょっと置いてたんですけど、こんな感じ。あ、これが上に、これあれですね、流木ですね。流木が入ってました。ちょっと小さい気がするな。あ、これあれですね。造形くんってやつですね。これが、僕確か2つ買ったんでね。2つありますね、造形くんが。2つあれば十分なのかな。なんか足りない気もするんだけど、多分足りるでしょう。あとあれですね。これ上蓋ですね。上をね、これをちょっとこう、これで塞いちゃおうかなと思ったんで。え、これ合うよね。多分合うと思うんだけどな。ちょっと。開けていこうかな。うわぁ。楽しみだな、これはちょっと。このね、上の部分。これがさ、ちょっと見てください、これ。このね、上にこう被さってたやつなんですよね。これ見ただけでちょっとワクワクしませんか、これ。めっちゃ、ね、興奮しますよね、これ。やばいよ。あ、なるほどね。ここを、あ、こういう感じで上、塞げるってことか。あ、なんか、説明書、取扱説明書みたいなのが入ってますね。こういうのがちょっと入ってました。なるほど。おー。ちょっと完全にね、出しちゃうとね。ましたね。こういう感じですね。じゃじゃんって感じですね。ああ、なるほどね。ここはね、前がこう、開く感じになってる。これがね、ロックがちゃんと。どうやってこれつけるんだ。ちょっと。あ、これを。回したら、これは何なんだろうね。ちょっとわかんない。中に、あ、合うね。あ、ぴったりだ。うん、ぴったりだ。はい、はい。なるほどね。で、あ、これは取れるのか。いらないんだね。前から出せる。出せない。中の白いね。そうか。これでひとまず、こういう感じです、ね。これがね、何するやつかちょっとわかんない。これがね、なんか、入ったの、これ何するやつなんだ。なんかの部品なんだ。今ね、上をこうもう取っちゃって手が入るようにしちゃったんだけど、この状態で、はい、イゾテラはこんな感じで、ね、ちょっと綺麗に所々拭いてみたりしたんですけど、こんな感じかなと思いますね。なんかね、大丈夫なのかな。水が下から漏れてくるってことはないと思うんだけどね。なんかね、この端とかこの隅の方っていうんですかね、なんかね、炭の方がちょっと、なんかね、チャッチー気がするんだけど、大丈夫かな。まあ、いっか。水が漏れてきたらね、ちょっとびっくりなんだけど、ちょっとね、これ溶かして、これですね、前に買ってあった、園芸用の吸水スポンジですね。これをちょっと、半分の大きさにね、ちょっとカットしていきたいなと思います。はい、吸水スポンジですね。これをちょっとね、
けてね。ああ、こういう感じなんだ。これをね、ちょっとカッターでね、半分に。この辺か。ああ、めっちゃ簡単に切れるね、これ。これめっちゃ簡単に切れるわ。あ、でもこんな感じでいいっしょ。うん。こんな感じでちょっと何個か作っていきたいなと。これ。ピターガン。多分ね、グルーガンっていうのかな？これ。グルーガンっていうんだと思うんですけど、これをちょっとね、購入しておいたんで、これでね、貼っつけていけるはずなんで、インターネットでいろいろ調べた感じで、これでつけてる人がいたんですよ。なんかね、こんな感じでセットできてね。うん。まあ、ちょっと なんか5分ぐらい待ってって書いてるんで、待ってみましょうか。よいしょ。寝かせてるんですけど、ね、これをね、ちょっと3つほどね、ここにこう、順番にね、並べて、グルーガンでね、つけていってみたいなと思います。あ、こういう感じなんだ。うん、こういう感じでね、並べて、こういう感じで。うん。ね、横もね、ちょっとやっていこうかな。同じような感じでね、やっちゃおうかなと思います。はい、こんな感じに。出ますね。これ右側がね、ちょっと僕が置こうとしてるところの壁側になってるんで、右側もね、こういう感じで、背中にかけて、かけた方が分かりやすいかな。こういう感じにね、なってるんですよ。背中っていうんですか、後ろの方と、こういう感じですね。はい。これに、ちょっと底石入れて、赤玉を敷いて、でね、何でしたっけ、造形くんか。造形くんでちょっと形を作っていこうかなっていう感じですね。はい。はい。石をね、底石をちょっと用意したんで、ちょっと洗ってきたんですよね。なんか変な白い粉みたいなのがいっぱいあったんで、これをちょっと入れていきたいなと思います。こんな感じでね、ちょっと入れていく感じですね。はい、こんな感じですね。こんな感じでちょっと敷き詰めました。まあ、厚さはどうなんだろうな、2、3センチあんのかな。ちょっとね、なんかなんとも言えないですけどね。まあ、適当にこんな感じで敷き詰めてみました。これの下にね、これ、この鉢底ネットをちょっとね、やっていこうかなと思います。はい、網を、鉢底ネットですね、を敷いてみました。こういう感じですね。ちょっと見えそうだけどね。まあでも、あった方がいいかなと思うんで、これをちょっと敷きたいと思います。この上にね、赤玉をね、ちょっとバーっと入れていきたいんですが、赤玉もね、ちょっとふるいに一度かけて、それからこの上にやっていきたいなと思います。はい、これ赤玉なんですけどね、これをね、ちょっと入れていきたいですね。ちょっとね、ちょっとずつしか入れられないかなと思うんですけどね。はい。赤玉を、これをちょっとずつ、こ
ていう感じで、ちょっとね、こういう感じでね、ちょっとずつしか入れられないんですけど、もう、ちょっとね、こういう感じで、こういう感じでね、ちょっとずつ入れていこうかなと思いますね。赤玉を敷き詰めてみました。こういう感じになってます。結構ね、たくさん敷き詰めました。下の方こういう感じになってますね。横から見ると、こういう感じですね。まあ、結構ね、頑張って1時間くらいかけて敷き詰めてみました。結構時間かかったね、これはね。ここから造形組んで、こう形をね、作っていこうかなと思います。下は造形くん多分使わないでいいと思うんですけどね。直接赤玉に植物をね、入れていく感じかなと思うんですけどね。はい。ちょっと一回寝たんですけど、これからね、ちょっと寝て元気になったんで、これを造形くんですね。造形くんをちょっとこねて続きをやっていきたいなと思います。はい、ちょっと塗り終わったんですけど、こんなもんかなと思うんですよね。まあ、握ったらね、ちょっと水がこう、滴る感じ。割とね、なんか想像してたよりも、まあ、ちょっと固めくらいかな、ぐらいかな。うん、なんかもっとぐちょぐちょに柔らかい状態にするのかなと思ったんですけど、多分ね、こんなもんでちょうどいいと思うんですよ。結構ね、そんなね、ぐちょぐちょに柔らかくはない感じですね。映ってるかな？はい。そしたらね、これにちょっと盛り付けていくんですけど、どうしようかな。はい。見えてるかな？このね、なんか調べた感じだと、下の方からね、ちょっと持っていく感じらしいんでね。ちょっと下の方に、こういう感じでね。結構、こんな感じかな。こんな感じでね。こんな感じだね。で、ちょっとね、下の方にこう、こんな感じで。ああ、造形くんが足んないね。はい、続きですね、ちょっと。さらに造形くん作ってきたんで、こんな感じでできたんですけど、ちょっと近くで見てみましょうか。これ僕の作り方が合っているのかどうかちょっとわかんないですけどね。ちょっとガラスとかもすごい汚れちゃったんですけど、これはね、作るときに、まあ、汚れるだろうっていう感じなんで、あとね、また綺麗に拭いちゃえばいいかなって感じなんですけど、まあ、こういう感じでね、ちょっと上から見てみようかな。まあ、てんのかな、なんかね、もっとびしょびしょの状態でやってる方もね、なんか動画とかブログとか見てるといたんですけど、まあこんなもんなんじゃないのかなと思うんですけどね。かなり水分もあるんですけどね、こんな感じなんじゃないのかなと思うんですけどね。こういう感じでね、まあね、あとはね、ちょっと苔とかね、注文してるんで、届くまではちょっととりあえずこの状態でしばらく置いとこうかなと思うんですけど、これ水入れといた方がいいのかな。このね、中に使ったオアシスでしたっけ、あれにね、水分が含まれてないんで、どうなっていくんだろうな、これな。ちょっとその辺がちょっと心配なんですよね。
結構がっつり水をあげた状態で置いとこうかな。ちょっと調べてみようかな。まあでもね、とりあえずね、こういう感じで、あとは次はもう植物をね、入れていく感じになるんで、まあ、こんな感じですよっていう感じですね。はい、ちょっとね、動画はこのあたりで一回前編と後編に分けようと思ってるんで、前編の動画は終わりたいなと思います。僕、ツイッターとインスタグラムもやってるんでですね、下の説明欄の方にリンクがあるんで、ぜひ、フォローの方よろしくお願いします。あと、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。